はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。救世系実況者リュウです。さあ本日の救済対象はアームズエイドさんです。アームズエイドさん、皆さんこのアームズエイドというモンスターはご存知ですか？強いんですよこいつ、実はね、結構ね、まあ、OCG だったら、これ、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れるモンスターでございまして、一旦に一度自分のメインフェーズにこのモンスターを装備カード扱いとして、モンスターに装備することができると。で、装備しているモンスターが打点が1000ポイントアップしますよっていう効果を持っているのと、こっちが重要、装備モンスターを戦闘によって破壊したら、破壊したモンスターのね、元々の攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与えるというね、効果なんですけども、これね、半減してんですよね。このなんか、あのデュエルリンクス運営のなんか一列バーンダメージ半減っていう世界一頭が悪い、あの修正あったじゃないですか。あれによってなんとアームズエイドさんのバーンダメージも半減してしまったんで、悲しみをかなり背負ってるんですね。こんなに弱かったっけと思いました、使っててアームズエイドさん。もっと強かったんですけど、なんか使ってみたらマジで弱いんですよ。なんで今日はこの半分になってしまった悲しみを背負っているこのアームズエイドをどうやって使っていくかという話。もうね、昔からね、アームズエイドのね、使い方っていうのは一つしかなくて、連続攻撃ができるモンスターにつけるんですよ。でそれで連続攻撃をして、でバーンダメージを与えていくっていう、これがもう昔からの戦法なんですね。だから連打できれば何でもいいです。まあ早ぶさの騎士とかでもいいし、あとなんだ、ツインバーストとかネオアルティメットとかでも何でもいいんだけど、今日はやっぱ連続攻撃ができるアームズエイドをつけて一番かっこいいモンスターは何かと。シューティングスターでしょ。シューティングスターなんですよこれ。ちなみにアームズエイドってユウセイさんのカードなんで、ユウセイさんのセリフもあります、ちゃんと。なんで今日はですね、シューティングスタードラゴンにアームズエイドをつけて4300でめっちゃ連打するっていう最強のロマン法、これをお見舞いしていきたいというふうに思っております。コンボパーツ3枚です。コンボパーツ3枚多いですね。ジャンクシンクロンと、あ、違う、ジャンクジョンか、ジャンクコンバーターと、オライオンと、シンクロリゾネーター、この3枚があればいけます。ですね、ルート、まあ、いつも通りですね、ジャンクコンバーターでチューナー捨てる、オライオンでオライオン捨てると。でオライオントークン出るんですね、レベル3のレベル3トークン出るんで、レベル3トークン出しといてからジャンクシンクロサーチで、オライオンのトークンの横にジャンクシンクロ召喚して、いつもの通り5をやって3やって8出して、シューティングスターのためのスターダストドラゴンを出すと。でですね、そこでいつもだったらフォーミュラシンクロ出してると思うんですけど、スキルでこれをですね、シンクロリゾネーター先に出してください。でこれはシンクロモンスターが存在する場合、手札が特殊化できる、レベル1のチューナーで、でさっきのオライオントークンが出てますんで、オライオントークンとシンクロリゾネーターで4シンクロしてアームズエイドを出してください。で、その後にスターダストいるんで、フォーミュラシンクロンを、シューティングスターロードのスキルで出して、でシューティングスター出してから、シューティングスターにアームズエイドを装備してください。これでいきます。なんで3枚コンボです、ジャンクコンバーター、シンクロンリゾネーター、オライオンという3枚を初手で揃えてください。ちなみにバックを除去するためには局所もいるんで、実質4枚コンボです。頭おかしいですね。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。さあお相手の方、武藤にいる、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、ユウギさん、俺とデュエルしてください。ユウギさん行くね。お前熱いんだよな、そんな熱いなんか眼差しでデュエルしてくださいとか言ってると、お前嫌われるぞ。来て、普通にモンスターを攻撃表示で召喚、モンスター効果、これね、来て、コンバーターあるんで、オライオンだったらマジで強いですよ、これオライオンだったらマジで強い、デッキトップ、オライオンだったら勝ちまで見えた。局所して、コンバーターオライオンからの、これアームズシューティングスター決まるぞ、これワンチャンあるぞ、ワンチャンある。アーピーディスカチカシュ、シンクロンリゾネーターと、オライオン、まあオライオンはいいか、シンクロンリゾネーターっていう本当に何の役にも立たないモンスター入ってるんでこのデッキ何の役にも立たないモンスター入ってるんで、アームズエイド出すためだけに、それがマジでめんどくさいですよね。こいつでも引かないといけないっていう、リゾネーター、コールリゾネーターを入れる方でもないっていう話なんで、ターンエンドいいだろ、俺のターン、ターンエンドな、切った、神、神ゲー、これ神ゲー置きますよ皆さん、これ神ゲー置きます、
神ゲーが起きる。それを待っていて。ヒステリックパーティー、オッケー。ヒステリックパーティー、オッケー。ヒステリックパーティーで、ハーピーが出てきますね。手札を引けるとハーピーが出てくる。いいでしょう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。でパフューマー効果で、カリバ持ってくる。いいでしょう。オッケー、オッケー、オッケー。いやあとはデッキトップ中段何個目くらいの問題。でオライオン墓地送ってジャンクシンクロンを手札に加える。そして、墓地に送られたオライオンの効果発動。オライオンは墓地に送られた場合トークン過去レベル3を特殊召喚できる。そしてジャンクシンクロンを召喚。ジャンクシンクロンのモンスター効果発動。ジャンクシンクロンは墓地のレベル2のモンスタージャンクコンバーターを特殊召喚できる。そしてレベル2のジャンクコンバーターにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。なんだっけ、鳥獣牽制武蔵をシンクロ召喚。さあ武蔵シンクロ召喚成功時効果発動。墓地のオライオンを回収。でジャンクコンバーターの効果も発動。ジャンクコンバーターで墓地のチューナーモンスタージャンクシンクロンを特殊召喚。チューナーモンスタージャンクシンクロンで、レベル5の鳥獣牽制武蔵にレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。どういう願いがどうのこうの。新たに輝くシンクロ召喚スターダストドラゴン。そしてレベル1のシンクロレゾネーターを手札から特殊召喚。そしてレベル3の幻獣機トークンにレベル1のシンクロレゾネーターをチューニング。シンクロ召喚、シンクロ召喚、いでよアームズエイド。セリフちゃんとある、セリフちゃんとあるぜ。シューティングスターロードの効果、フォーミュラーシンクロンを特殊召喚。そしてレベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。クリアマインド、新たな進化を扉を開く。リサスミクスだね。アクセルシンクロン、将来せよシューティングスタードラゴン、いくぜ。そしてシューティングスタードラゴンのモンスター効果を発動。シューティングスタードラゴンはデッキトップを5枚めくり、その中のチューラーモンスターの数まで一緒のバトルペン中に4回攻撃。アームズエイドの効果、自身のフィールド上のモンスター一体に装備することができる。いけ4600、4連打。さらにアームズエイドの効果、モンスターを破壊した場合その破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。スターダストミラージュ、アームズスターダストミラージュ4連打。うわー、強すぎー。さあお相手の方、おリラーかシューティングスターロードエンド、シューティングスターロード来た、シューティングスタロード、シューティングスタロード来た。なかなかいい戦いが見れそうだな。よくありますね。最近これこの対面よくありますよね。やっぱね、カード手札1枚からシューティングスターはやりすぎたっていう話は結構あって、シューティングスタードラゴンを出せすぎますんで、なんかしかもなんか毎回同じ動きするじゃないですか。なんかその出し方同じなんで、ジャンクシンクロンを出してで5やって3やってスターダストやってスキルっていう、毎回同じ動きなんで、いよいよ飽きてきたなっていうのはありますよね。いよいよ飽きてきた感はある。しかもなんかこのシューティングスターロードとかいうスキルが強すぎて、なんか優勢ザ・スーパー優勢デッキ今まで使っていた、あれ息しないっていう、はいはい、でアクセルシンクロンしてくるってやつですね。あーんとこれは最強すぎるから、これ最強すぎんな、これマジ強いわ。オライオンでしょ、これなんか知んねえけど、あ神ハン来た、神ハン来た。上から分からせよ。でオライオンの効果と、オライオンの効果によってトークンを一体生成。そしてジャンクシンクロンを召喚、ジャンクシンクロンの効果と、もちろんジャンクコンバーターを特殊召喚。そしてレベル2のジャンクコンバーターにレベル3のクイッジャンクシンクロンをチューニング、シンクロ召喚、鳥獣牽制武蔵、誰やねモンスターの効果、これで幻獣機オライオンを
回収し、さらにジャンクコンバーターの効果によって墓地のジャンクシンクロンを特殊召喚。そしてレベル5の超獣剣聖武蔵にレベル3のジャンクシンクロンをチューニング、シンクロ召喚。いけスターダストドラゴン、新たに輝く偽証せよ。ちょっと召喚ムービー全部飛ばしますね、無線で。でシンクロリゾネーターを特殊召喚、そしてレベル3の拳銃機トークンにレベル1のシンクロリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚。モンスターをシンクロ召喚、アームズエイド、アームズエイド。そしてスキル発動はシューティングスターロール、シューティングスターロードの効果でフォーミュラシンクロンを特殊召喚し、レベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラシンクロンをチューニング。クリアマインド、スロージュの結晶が新たな進化の扉を開く、光かすミッションあれ、アクセルシンクロー、将来せよシューティングスタードラゴン。さあ絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだらゆくろさまいウェイ、赤くたぎる情熱抱いて、モノクロの景色を抜けたらノンストップで一気に追い越してゆけ。アームズエイドの効果発動、どっちこれ、こっち、あぶれあぶれ。そしてシューティングスタードラゴンの効果発動、シューティングスタードラゴンの効果によってデッキトップを5枚めくり、その中のチューナーモンスターの数まで一度のバトルフェーズ中に攻撃を進めることができる、シューティングスタードラゴン3連打、スターダストミラージュ、アームズエイドスターダストミラージュだ、くたまれ。攻撃は無効にしてもいいぞ。そしてアームズエイドの効果で破壊したモンスターの半分のダメージを与え、相手ライフに当たることができる、スターダストミラージュしっかりと上から分からしていく。対戦ありがとうございました。必ずこいつ全ての気持ちいい、これが俺と。さあオノマ、オノマトランス、オノマトランスマジで強いですよね。今まだまだなんか全然強かったっていうことさ、あたちなんか1枚変身させるだけでも全然判定感あるんで、最近はなんかあれですね、ガガガシスター入ってないパターンが多いらしいですね。もうリミット2に入っちゃったんで、局所を2枚積めばなんかワンキルできるみたいな話があるらしいんで、なんかあれらしいですよ、ガガガシスターなしで、なんかランク4を立てまくるっていうか、要はレベル4のモンスターばっかり入れるみたいな、そういうデッキが流行っているという話を聞きました。さあズボワン長、やべえ、およそ最強のなんかムーブされてる。ただなんかあれですよね、相手の盤面に妨害する、あやばい、ターンエンド、俺のターン、あそれやばいやばい、無理かもしれねえ、逆だったかもしれねえ、先行と後攻が逆だったかもしれねえ、やべえ、無理かもしんねえ、死ぬかもしんねえ、ちょ無理かもしんない、ちょ待って、クイックシンクロの特徴感はこれ止められる、あ止められる、あーなるほど、これアームズエイド、ワンチャンこれジャンクシンクロンにアームズエイドつけるかみたいな、こうでしょ、モンスターを特殊召喚で、ジャンクシンクロン出して出して、でもジャンクシンクロン出したらダメだな、ジャンクシンクロン出したら54でしょ、4これでも4だったら1800しかないから、次だね、ジャンクシンクロン、ジャンクシンクロンのモンスター召喚、ジャンクシンクロン召喚券使っちゃってるから、待って、コンバーター蘇生するしかないの、これコンバーター蘇生するしかない、待って、でも待って、シンクロ召喚できないんだけど、これシンクロ召喚できないんだけど、これ無理なんだけど無理なんだけど、いや無理なんだけど、でも一回吐かしとくしかないのか、でも言うて一回吐かしとくしかないのか、でもさ、相手無限だったらだって一生シンクロできないと絶対勝てないじゃんね、一回吐かせるしかないのか、だからつまり武蔵を出して吐かせるしかないのでは、いやだから無理じゃんね、これどう考えても、こうしてで、こうして、新たな力入れよ、でこれ無効にされる、はい、この瞬間
無理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 、勝て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 